久しぶりだね、サスケ。ここは子供たちと遠足に来るような場所じゃないんだけど。ちょうどいい。奴のところに案内しろ。サスケ、どうやら案内してもらう必要はねえみてえだぜ。あら、珍しいお客さんだこと。オロチマル。おい、なんか前より若くなってんぞ。私のことだからわかるでしょ。何か企んでいるなら今のうちに全て吐け。私が何か怪しい行動でもしたかしら。なら、あの内葉真と名乗る男は何者だ。部屋を変えるわ。いらっしゃい。真、懐かしい名前ね。二度と消えない影分身かしら。二度と消えねえって。殺すしかないわね。奴が内葉を名乗っているのは。ああ、それは自称してるだけ。あの子は内葉の名に強く執着していたわ。死んだあなたのお兄さん内葉イタチにはね。真の素性については大体分かった。奴の居場所も知っているな。あの厄介な真を木の葉で捕らえてくれるならこちらも助かるし、ナルト君にはちょっとした借りがあるしね。あの子はどう？元気にしてる？うまくやってるみてえだぜ。よかった。